いきます。はい、おーブイバーブイバー、撮影するぞ。今どこ行ったの？分からん。飛んでったんじゃん。飛んだ飛んだ飛ぶ飛ぶ飛んで飛んで飛んでって、わしゃ窓かひろしかドアホーハッピーボーイ。うわっうわっうわっ怖いんやて。さてさて始まりました。ハッピーボーイでございます。 HP ってわしゃエンディスカドアホーハッピーボーイ。うわっハッピーボーイ。うわっはい、ということでね、挨拶しようか。挨拶しようか。せーの、はい、どうもーファスキューでーす。ということで、今回はね、いや、今回はね、まあ、ギターを作っていくんですけど、何でギターを作るか楽しいよね。大事だよ。まあ、タイトルとね、サムネ見てね、あー、どうせお前らそれやんねやろ、わかってるわかってるって思ってる人間が多分みんなやと思うねんけど、そう、うん、それ嘘やから、それ嘘やからね。ドッキリです。サムネとタイトル、もうそれ全部嘘です。全部嘘。嘘。今日はね、サイゼリアで撮影します。あ、今から行くんや。うん、そう、サイゼリアにある、サイゼリアにあるもので、うん、もう何言ってんの？ということでね、今回ギターにする素材、ちょっと見せてきてあげて。任せてください。はい、はい、というわけでこんにちは。今回ね、ギターにしていくものね、うん、ちょっとでかいんですよ。こちらになるんですよ。見えました。お察しします。お察ししますというわけでね、ちょっと弾いていこうかな。ドドドドはい、こちらになるんですね。ギターケースです。もうギターをギターケースから出すのだるないですか？だるいっすよね。ほなもうギターケースギター練習してしまったら、もう出す必要なくなりますよね。今そこで皆さんうなずきましたよね。その通りなんですよ。というわけでね、今回はね、このギターケースをね、ギターにしていくんですけど、これね、何が弾けると思います？その通りです。いきますよ。皆さん一緒にご唱和ください。せーの、メタルがうるさーで、今回はこのギターケースをね、ギターにしていくんやけど、はい、ちょっとさ、これさ、マジでギターの形してるやんか、うんうん、だからこうやって弾くわけやんか、うんうん、こうやって弾くわけやろ、うんうん、ちょっとやってみて、どんな感じで弾くの？どんな感じ？弾きやすい、弾きやすい、マジで、行こうか、そろそろ。はい、ドルコール行こうか。行こうかよっしゃ、タイトルコール行きましょう。行くぞ、よっしゃ、行くぞ、行くぞ、行くぞ、ギターケースをギターにしてみたい。あいくで、はい、せーの、パスキルはい、はい、ということで、はい、今日はね、このギターケースをね、ギターにしていくんですけど、はい、じゃあまあとりあえず、はい、座繰りから始めるってことで OK？ 許可しましょう。この辺でいいか、こんな感じ。うん、もう適当でいいやろ、こんなもん。よし、はい、マーキングが済んだので、ここで高松の出番。みんな何するか分かるよね？そう、ドリルをするんだよ。とりあえずね、周りのね、穴がある程度開けば、ここをどつけば一撃で開くことがもう立証されてるから、うん、いきますよ、せーの、マディア、マディア、すげえ。いいですよ、いいですよ。アースアース、アース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 、おばちゃん、アースアース、おばちゃん、アース、どうぞ、アース、おばちゃん、おばちゃん、なんで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 、マンディア、マンディア、アース、アース、
あとは綺麗に痩せていきます。はい、ちょっと、りょうすけくん、こっちにヤスリある。りょうすけくん、お前が投げたんや。りょうすけくん、取って、ちょっと早く取ってきて。どうせ老水やんねやろ。うん、あー、やんちゃな方だ。取りに行ってもいいですか。よろしくお願いします、ええ、あー、やんちゃな方だ。入る？どう？オッケー！いいですね。かっこいい。え、これはかっこいいな。いい感じ。かっこいいな。ちょっとまだ見んといて。見んといてよ！おっと。あら、まあ。最高やな。最高や。あっすあっすあっす。銀穴さっき開けとかへん。下から作っていこうや、さっき。ああ、そうしましょうか。一回やってみよう。あ、これはか、あっす。あー、というわけで、今回ね、もう先に弦の穴開けていきたいと思います。おー、いいですね。早いよ、いけるよ、頑張って。お水、うん、電報出されるということでよろしいですね。はい。あら、よし、完璧。完璧っすわ。イカチー、やば、イカチー。こっちもつけちゃう。つけちゃおう。つけちゃおうか。あとはここにこれをつけたら、おー、いや、やば、多分まだ、20分ぐらいしか経ってないぞ。間違いない。やば、今回最速ですよ。最速やな。でも、こっからなよ、問題。そうなんですよ、皆さん、あの出てくるんだよ。問題はね、こっちなんですよね。そうそうそう。俺さ、むちゃくちゃなこと考えたんやけどさ、ここは穴開けるや、ここ四角くな、うん、で、これペグ逆側にこう刺すんよ。で、この中で弦巻くんよ。で、ここにブリッジあるやん。だからこっから弦が出ててこうなるみたいな。一番かっこいい。まあでも今説明、一通り説明しましたけど、多分何言ってるねんこいつらって感じなんですよ。すいません、こいつは何言ってるんやろってなるな、うん、謝罪動画がいる。そうやな、うん、元気出してこう。元気出してこうか。元気出してこう。そうやな。じゃあ今みんなに元気は、ま、元気出してこー。元気なった、みんな。よかった。お前が作った後に説明しようか。そうやな、今からやるんで見ててください。いった、血出た。よっしゃ。まずね、こっからね、弦がこう来るでしょ。で、この何だっけ、牛脂ナットの上にね、弦通すでしょ。ナットの上に弦通した後にここに穴開いてるんですよ、6個。そっから弦を落とします、下に。下に降りたらこっから上がってきますと。ここから弦上がってきたら、下でペグにギター弦を入れていて装着していくと。下で張っていくスタイル。問題点を言ってるよ、すけ。問題点、問題点は木が薄すぎて弦の張力にこいつらが耐えへんかった場合、何もかもが、あの、釈迦です。釈迦です。なんとか、じゃあこれをちょっと回らんように釘打って固定しようか。そうだよな。よし、はいや。はい、完成。よし、つけたので、あとは弦を張るだけです。行っちゃいましょうか。行きましょう、弦張りタイム。完成しましたよ。よっしゃ、やったよな。見せようか。見せよ。大好き。よっしゃ、行こう。よっしゃ、はーい、せーの、完成。はい、よっしゃ。ちょっとじゃあ説明してきて。任せ。今回は素晴らしい出来よ。まずね、まずまずね、まずもうこう持てるんですよ。
やばいやろこれ。ねまずヘッドからいきましょうか。皆さんこの形のペグっていうかここに弦がないっていうの見たことないでしょうもはや。そうなんですよ、中に埋まってるんですよペグが。これ多分なマジで世界初やと思う。あるな、中にペグがめり込んでるっていうね。だってまずギターに中なんてないもん。そうなんだ。内蔵はされへん。そうやな、そうもうギターケースでしかできない。そうでここ穴開いてるんですけど、これペグね物理的に回せなかったんでここに穴を開けるしかなかったんですよ。この穴を開けたことによってここの耐久度が2ぐらいになって、弦張れば張るほどここがちぎれていくんですよね。ちぎれていくんで、ある程度弦張った状態で今置いてるんですよ。チューニングは向こうでねしたいと思うんでね。でここですね、いつも通り牛脂、今回はね、割り箸じゃなくてしっかりした牛脂使ってます。はい、でフレットなんですけど、これね光の当たる加減によって1、2、3弦が透明になるっていうね。プレデターや。そうなんですよ、プレ完全にプレデターやな。まあここにプレデターがいて、はいこっちのボディの方ですね、ここいつも通り金色のピックアップがありまして、で今回ブリッジもねしっかり銀のブリッジを使ってるんですよ。はい、ということで銀のブリッジ使ってこっから弦が出てるんですよね。はい、でこっちですね。はい、いつも通りなんか変なイボみたいなついてて、ここにもうイボがついてます。かっこいい。とりあえずまあ弾きに行こうか。行こうか、ワープしよう。行くで。はい、せーの。というわけで皆さん、はい、思想室に来たんですけど、はい、ギターケースってみんなこう持ってはるやん。そうやな、ギターケース持ってはるやん、うん、もうこの持ってるもこれがギターや。すごいよ、すごいよ、あの人ギターケース、いやギター持ってはる。よっしゃ、早速行きましょうか。行きましょうか。キーもろいからな。おお。お、持った感じはすごいでかいアコギ持ってる感じや。チューニングしていくわ、うん、まあチューニングは問題ないな。反応せえへんけど。ええ、よし、じゃあチューニングいきましょうか。あ、うん、ちょっと待って。え、何？あ、あこれさ、なんていう機械かな。あ、これ。うん、それ仕方ねえな、うん、どうせみんなも聞きたいんやろ。うん、キャンプテネーグー最速の音のか、お前。俺も困ってたよな、うん、お、あ、上がってる。これ誰合わせたらもうドロップシーンになってんねんけど。私です。俺お、お、いいやん。あ、マジで。お、いいいいいい。え、でも、あのチューニングはまあ合ってないんやけど、合わす？合わしたらもうこれ壊れてばかもしれんのよ。そうやな、チューニングいいか。チューニングどうします？そうやな、ちょっと今回はチューニング勘弁してください。君の前世から僕はとりあえず音鳴るかどうかなよ。そうなよな、うん、頼む頼む、いきます。よし、押してくれ。いきます。はい、おー来たー。おー、君の前世から僕は、え、音いいわ、やっぱ普通にギターやわ。マジでかっこいいな。すごいな。音めちゃくちゃ良くない？いい、めちゃめちゃいい。弾きやすさどう？弾きやすさ？うん、えぐいほど弾きにくい。見てこのデカさ。やばいな。でもサウンドメタルやな。メタルやな、めっちゃ。いや、すごい。コードを弾いてやん。コード、うん、これさ、うん、チェロっぽいよな。ちょっと今そのさ、あれ取れる？そうそうそう、